にちは、さあやです。今日はですね、じゃん、こちら、段ボールがいっぱいあるんですけど、今日はですね、アマゾンで猫グッズをですね、大量に買ってみたので、組み立てたり、開封したりしていきたいと思います。じゃあまずね、先にこちらからやっていきたいと思います。これがですね、猫ちゃんたちの新しいね、トイレなんですけど、うちんちにはトイレが、もともと2つね、あったんですけど、ちっちゃいのと、あと大きいのがあって、2人とももう体がね、だんだん大きくなってきたので、ちっちゃいのよりも大きいのの方でね、好んでトイレをするので、もうサイズをね、両方とも大きいのにしようと思って、ね、せっかくだったらね、揃えようと思って、2つ買いました。もう見た瞬間に、これがいいと思って、買ったんですけど、じゃーん、そう、猫型のトイレなんですよ。で、これはやっぱりちょっとシリーズで揃えておきたいなと思ったんで、あの両方ともね、買いました。 L サイズ買いました。スコップもついてるんだけれど、このスコップがこうやってかけられて、尻尾みたいになるんですよ。ほら、めっちゃ可愛くない？大きいスコップかけるとこなかったから、これめっちゃいい。めっちゃー、どうですか、新しいおトイレです。まだ入ってないけど砂。あら、それベッドじゃないよ、ルイちゃん、トイレだよ。ベッドはね、まだあるんだよ前のトイレもね、あのルーティンみたいな動画の時に、お片付けしてる時にね、カバーに入ってたと思うんだけど、こういうなんか中に入るのがルイはすごく好きなんですよ。あ、あるちゃん見た。あれは、あ、入った。おトイレだよこれ。新しいトイレね、2人とも各々自分たちのところに入ってます。別にどっちとかないんだけどね。じゃあ次はですね、こちら、これね、すごい私個人的にめちゃくちゃ楽しみなんですけど、さあこれは何かというとですね、さっきまあちょっとちらっと話したんですけど、るいちゃん、あるちゃんね、何か物の中に入るのが私大好きなんで、今ちょっとちっちゃいトンネルがお家にあるので、違うバージョンのトンネルないかなと思って探してたんですけど、こちらを見つけたのでこっちに来てみました。多分ね、気に入ってくれると思うんですけど、ちょっと開封がめっちゃ大変だったんですけど、なんとかできました。で、これね、何かっていうと、宇宙船ベッドっていうやつなんですけど、ここがクリアになってて、中のね、猫ちゃんの様子が見えるベッドになってます。ドライバーとネジが入ってたので、ちょっとこのね、クリアボール今がちょっと止めたいと思います。やっと完成できました。ちょっと私じゃできなくて手伝ってもらいました。こんな感じです。今ね、中をちょっとネジ止めて、これがもう動かないようになりました。じゃあね、早速お見せしたいと思います。全然まだ気づいてないから。あら、入ってた入ってたあれ全部見えちゃうよ、るいちゃんの姿が。ん、かわいすぎる。あ、かわいい、るいちゃん。この肉球が見えるのすごく嬉しい。なかなかこう見えない。あれあれ、何かが見えます。あれ、あ、入った。尻尾が出てますけどあら、あるちゃんも。あー、めっちゃ出るやん強力な助っ人を呼びましたよろしくお願いしますはいでね、このね、キャットタワーの一番上のところ、そう、ここにね、アルちゃんが行ったの最初ね、大好きで乗ってたんだけど、ルイは一番上まで乗れなかったのね。だけどちょっと前からルイちゃんももう一番てっぺんのとこまで乗れるようになって、あらあら一番上のところにルイとアルと2人で寝るようになったんですよ。で、するとね、ちょっとこう窮屈な感じになっちゃって、あのどっちかがね、こう譲って真ん中に行ったりとか、この2段目に行ったりとかっていう感じにしてるんですよ。でもやっぱりね、一番てっぺんでみんな寝たいだろうなと思ったので、もう一つですね、キャットタワーを注文しました。高さは同じに揃えたんですけど、ここの部分が違うものを買いました。そうで、高い場所を増やすということをね、します。この時ね、間違えてグレーにしたんですけど、グレーみんなもね、いいよって言ってくれたし、グレーを買ったんでグレーに今回もしました。間違えてなければグレーが来てるはずちゃんとグレーだった。一番下の段が完成したので、次に段目いきます。
ちょっと私が間違えちゃったんですけど、まあ、直しました。はい、今こんな感じです。この上をね、作っていきます。今あるちゃんが今寝てる場所がちょうどあそこなんですけど、これもね今回ついてたんだけど、ちょっとサイズがこれだけなぜかちっちゃくて、あるたちにはねちょっと深さがね足りないなと思って外して組み立てます。はい、完成しました。2つ並べてみるとね、こんな感じになってます。で、なんかね、似てるようでちょっとずつ違って、爆睡してたんですけど、ちょっと起きたかな。寝てるね。あら、毛づくろいしてもらって、いいね。すぐにね、こうやって気に入って使ってくれてるのがね、めちゃくちゃ嬉しいです。これはね、もう自分のものって分かってんだね。あれ、あ、ルイちゃんが登ってる。来るか。お、行った。さらに上に。行かない。次はですね、おもちゃをね、ちょっといくつか買ってみたので、はるちゃんたちと一緒に遊びたいと思います。ちなみにね、これおもちゃじゃないんですけど、ファーミネーターをね、買いました。これ、ノアちゃんたちに使ってんだけど、はるちゃんたちももう毛が結構ね、伸びてきてね、ごっそりね、抜け毛がね、取れるので、猫用のやつを買いました。はるが赤ちゃんの時から使ってるおもちゃで、これ、特にるいくんが大好きなんですけど、それのちょっと違うバージョンを買ってみました。ちょっと待ってね。丸もできたり、蛇みたいなのもできたりします。ルイちゃん、どうしたの？あら、ダンボールの中に入って助けを呼んでました。何やってんの。入ったんだったら出れるんじゃないの。ボールがね、2個あるとね、2人で遊べるんだけど、ちょっと1個しか入ってないから、ピンポン玉みたいだから、ピンポン玉買えばいいかもね。力、ここでも夢中になってますね。真剣ですね、顔が。ボール系ね、最近結構好きなんですよ。これね、なんかアマゾンでね、なんか新登場みたいな書いてあったんですけど、何種類かあって、これはなんかね、キツネの尻尾みたいなのが出てるように見えるおもちゃみたいな感じのやつです。炭酸電池がね、3本言いました。で、今ちょっとここにね、説明書が書いてあったんですけど、一人遊びモードと一回遊びモードがあるんだって、短時間遊ぶときには、おすすめのモードは一回遊びなので、一回遊びからやってみます。じゃあやってみるね。ん？あ、これじゃなかった、ここだった。1秒。アルちゃんの方が臆病なんだよね。ルイから行けよ。仕方ない、ルイから行くか。一向に縮まらないこの距離感。ルイは頑張ってるよ。アルちゃん、何その声、どっから出てんの。今日はアルちゃんとルイちゃんに新しいキャットタワーとね、このベッドと、あとこういうおもちゃとかいろいろ買ってみました。キツネの尻尾のやつはちょっとアルちゃんは怖いっていう感じだったんだけど、ルイはまあ最後遊んでたけど、まあ、慣れるまでにちょっと時間がかかるかなっていう感じだったんですけど、初っ端からね、他のものは気に入ってね、遊んでくれたり気に入って寝てくれたりとかしてるので嬉しいです。高いところが増えたりね、いろんなところにジャンプできるようになったので、2個目もね買ってよかったなって思います。でもこれがとにかく大好評なのでよかったですね。というわけで、今日も最後
後まで見てくれてありがとうございました。次の動画もまた見てね。チャンネル登録お願いします。さよでした。